本日紹介するカレーはこちら、北海道スープカレー。また北海道来ましたよ。カレーといえば北海道。この北海道スープカレー、まず注目すべきはこのパッケージの形。こんだけでっかかったら、この写真みたいに大きな手羽や大きなホタテ、野菜どっさり入ってるでしょうね。楽しみだ。それでは早速ディッシャー。見たこの具の大きさ、ちょっと見てこれ、こんなに大きな具が手羽先ドーンって入ってる。それでは待ちきれない、いただきます。スーパーのスープカレーだよ。予想通りホタテのコクがすごい。そして野菜、人参、じゃがいも、何をとってもでっかい具がどっさり。ホタテ、ああなんで一口で食べちゃったんだろう。ホタテがでっかくて一口入れたら口がいっぱい、二口三口にでも分けて食べたい。おいしさ、スープとホタテの相性が素晴らしい。手羽先、骨付きの手羽先が一本丸ごと入ってるんだけど、よーく煮込んであるからなのか、骨からポロ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 肉がほどけていく。柔らかくてすごく美味しい。よーく見てみるととろっとろになった玉ねぎも入ってるんだ。煮込みに煮込んだって感じだな。北海道スープカレー、こちらのバンディポイントは17。バンディポイント、具がどっさり、カレーとの相性も素晴らしい。でもなんかスープカレー中のスープカレーって感じ。今日のカレーもとっても耳カリー。僕の心はレトルトパウダー。